さあ鈴鹿のピットに入りますよ。今後ろにあのツイッターで追っかけてくれてるリスナーさんの人がついてきてくれてます。すごいね。やーべえ、始まっちゃった。マジか。ついにルネッサが鈴鹿を走りますよ。よかったな、来れたぞ。やべえ、涙出そう。泣きそうだわ。あのボロボロのルネッサがなんとか治って鈴鹿サーキットを走りますよ。やっぱ機械は死なねえんだな。人間が頑張れば機械は死なねえんだよな。楽しもう。まさかの SRV が2台並んで走りますよ。8時45分グループ2です。この250台で鈴鹿サーキットを走ります。やべえ、やばい、本当鳥肌が、うー、やばい。東京から400キロ鈴鹿サーキットにいるんだよな。本当にあの鈴鹿サーキットにいるんだよな俺。よし、じゃあ行くか。行くぞ。あーやばい、泣いちゃう。やべえ、ピットにいる。あのピットだ。あのピットにいるぞ。おいおい、ルネッサマジかよ。こんなとこ来ちゃったよ、やべえよ。うわ。鈴鹿サーキットだ。面白い。やべえ、鈴鹿走ってる俺。やべえ。あーあーあああ、鈴鹿サーキットだ。あーあーあああ。これはやべえぞ、これはやべえぞ。これ撮れてなかったら俺も元ブログやめよう。これ以上のことはもうできねえわ。なんだこれ、なんだこれ。本当にいいの走っちゃって。マジで1800円で走っていいの鈴鹿サーキット。嘘でしょ。緊張が、口がカラカラだよ。こんなカラカラなの俺最終面接以来なんだけど。なんだこれ、うわうわ、鈴鹿のアスファルトだ、鈴鹿のアスファルトだ、やべえ。あー、喉がやばい、喉がもう、あーやべえ。おい、すげえぞ、すげえことになっちゃったぞ。おい、ルネッサお前、お前すげえ、すげえなお前。よっしゃ、行くぞ、行くぞ。奇跡だろこんなの、奇跡だよ。ルネッサで鈴鹿サーキット走って、しかも隣にSRV がいる。奇跡だ、奇跡起こっちた。ちょっともう奇跡ついでに、もうちょっと俺のなんか口を潤すみたいな奇跡が起こってくんねえかな。もうダメだ、カラカラだ。行くぞー。始まっちゃった、鈴鹿だー。うわやべー、うわー、鈴鹿サーキット走ってる、鈴鹿サーキット走ってる。うわー、でっけー、でっけー。すげーよこれ、ほんとすげえよ。ここを F1 が走ってるわけですよ。はー、すごい、バイク乗ってよかった、ルネッサ買ってよかった。お、なんか速くなってきた。マジかよ、急に、マジかよ、やめろよ。うわー、なんか急に超速くなってきた。あーあーあーあああああ。すげえ、言葉が出てこないよ。
なんだよこれ、サーキットすげえ。なんだこれ、本当ですか、本当にいいんですか。あーこらすげえわ、こらすげえわ。あーすごかった、すごいな。もう一周あるんだよねこれね。さすがにヘアピンはみんなゆっくり行くんだね、そりゃそうっすわ。あーすごい、すごいな。なんかトライクのあれがすげえんだよ。なんだあいつマーシャル界みたいになってる。わー面白い。ルネッサがさすがサーキット走ってるよ。はあ本当に本当に来ちゃった。すごいよ、すごすぎる、すごすぎる。あーすごい、スタッフさん本当にありがとうございます。朝から皆さんのおかげでこんなすごい体験ができてます。すげえ。パナソニックだ。パナソニック来た。うわ出たって、パナソニックダンロップ。うわ本当にあるんだ、本当にあるんだこれ。うわルネッサお前、お前よかったな、お前来たぞお前。あーすごい、ストレートすごいわ。あーすごい、本当に来ちゃった。鈴鹿サーキットだ、これが鈴鹿サーキットだ。あー面白い、すごすぎる、マジですごすぎる。やばい、何も喋れなくなっちゃった。何も言えねえ、感動だよ。ルネッサで鈴鹿サーキット走ってますよ。あーすごい、すごい、すごいよ。はあすげえ、はあすげえ、本当にすげえ。あーすごい、すごいです。はあすげえ、本当にすげえ。もうすごいしか出てこねえよこんなの。すごすぎるだろ。なんだよこれ。あーこれはすごい、すごかった。もうあとここ終わってストレート行って終わりですよ。アスファルトがさ、なんか気持ちいいんだよね。タイヤを伝わってさ、なんかアスファルトの気持ちいい感触がなんか来るんだよね。全然違うよ、なんだこれ、剣道とかと全然違う。いやーすごい技術の結晶ですよ。いろんな技術者の努力があってこのサーキットが成り立ってるんですよ。技術者と運営の皆さんのスタッフのね、もうこれは敬意を表さないといけないですね。しゃあもう終わりだ、ストレート最後行って終わるぞ。もうありがとう鈴鹿サーキットさん、ありがとうございます。うーわーもうよかったね、最高ですよ。
バイクはいいもんだ。ああ終わった、終わっちゃった。ああ、すごかった。ああ、面白かった。すごい。というわけで鈴鹿サーキット走っちゃいました。いやー、よかったね。今日はまだ一日あるけど、ちょっと一回区切らせてください。持たない、俺が持たない、気持ちが持ちません。というわけで以上、鈴鹿サーキットからでした。